こんちくわ、あなたの隣人、ゆっくり霊夢よ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、この頃、なんだか視線を感じるんだけど。そうかよかったな霊夢。お前に惚れた人がいるのかもしれないな。お前の夢が叶いそうで俺も嬉しいぜ。え？そうなのかしら？もしかして私にも春が来たのかしら？いや、何のんきなことを言ってるんだよ。視線を感じるって、誰かに見られてるってことだろ。もっと危機感を持てよ。ふふ、マリサ。私がモテるのが、そんなに悔しいの？さっきは祝福してくれたのに、やっぱり歪んでたのね。違う違う、そうじゃない。お前がわけのわからないことを言うから、ちょっと皮肉ったら、本気にするから。え？皮肉って？いいのよ、ごまかさなくて、私のことが羨ましいのね。お前な。こういうことは、気をつけないとまずいぞ。普段と違う違和感、そういうものを放置すると、大変なことになったりするからな。はいはい。そうよね。ま、誰かが私に惚れるのは、仕方がないでしょ？こんなに魅力的な私を、ほっとく方がおかしいわ。その自信はどこから来るんだ？ただの怪しい頭に、誰が惚れるんだよ。そもそもこのチャンネルで、今までたくさんの女性が、ストーカーの被害に遭ったり、恐ろしい事件に巻き込まれている、そんな解説をしてきたのに、危機意識が低すぎるぞ。ちょっと、驚かさないでよ。そんなこと言われたら、外で歩けないでしょ。危機感を持って行動してくれって、言ってるんだ。お前が何か危ない目に遭わないか、心配じゃないか。それって、霊夢は私のことが、何よりも大事ってことよね？ふふふ、やっぱり私のことが好きで、焼いてたのね。いや、それはもっと違うぞ。お前に何かあったら、このチャンネルの存在意義が揺らぐだろ。超絶迷惑だから、しっかりしてくれよ。ぐぬぬぬ。そんな理由で。なんて薄情なの、私より、チャンネルが大事なの？面倒なやつだな。どっちも大事だから言ってるんだ。しかし、霊夢のその思い込み、考え方は、ストーカーに近いものがあるな。どういう意味よ。相手の発言を自分に都合よく捉えて、さらに、相手に気持ちを汲んでもらえないと、被害者のように考えるのは、ストーカーの思考に近い。気をつけた方がいいぞ。私がストーカーの素質があったなんて、ショックか？だが、早めに分かって、よかったな。この年になって、そんな才能があったなんて、驚きよね。は？ストーカーって最終的には、ソリッドスネークに、ジョブチェンジするんでしょ？最高じゃない。もはや手がつけられないな。そろそろ解説に行こう。今日解説するのは、館林ストーカー殺人事件だぜ。館林って群馬よね？ちょっと黙っててくれ。この事件は、2014年2月19日に、群馬県館林市で、女性がストーカーによって、射殺されてしまった事件だ。犯人のストーカーである男はその後、自殺してしまった事件でもある。犯人も死んでっぷって。しかも銃があったの？どういうことかしら。それじゃあ、解説していくぜ。みんなも、それではゆっくりしていってね。事件は2014年2月19日、午後3時頃、群馬県館林市にある、ディスカウントストア駐車場で起きた。その駐車場に駐車されていた、軽乗用車の運転席で、当時26歳の女性の射殺体が発見されたんだ。26歳で命を奪われるなんて、気の毒すぎるわ。車のドアには鍵がかかっておらず、被害女性の携帯電話や財布や、買い物をした商品が車内に残されていた。司法解剖の結果、女性は発見当日、午後2時50分に頭を撃ち抜かれたと見られた。だが、車内から銃は発見されなかったんだ。凶器は見つからなかったのね。それにしても銃って、日本じゃなかなか手に入らないんじゃないの？そうだな。警察はこの被害女性が、ストーカー被害を訴えていたことから、怨恨による殺人の可能性を視野に、捜査を開始した。そして、被害者の交友関係から、元交際相手でトラック運転手の男について、2月20日に殺人容疑で逮捕状を取る。ストーカー被害。それじゃ、その元交際相手が？警察はそう考えて、元交際相手の男、当時39歳の長井武雄を捜索する。だが2月21日には、栃木県鹿沼市の山中に停車されていた、軽自動車の中で、長井は遺体で発見される。しかも長井は銃によって、その生命を落としていた。それって、ああ、車内には長井のすぐそばに、被害女性にも使われたと思われる、回転式拳銃があり、自殺したものと判断された。回転式拳銃ってことは、猟銃とかと違って、免許を得ていない、違法な銃ってことよね。元トラック運転手が、どうしてそんなものを持っていたのかしら。そうだな。それじゃここで、事件に至るまでの背景に触れてみよう。被害女性と長井は、2013年7月頃に、
被害女性の働くキャバクラで、客とキャバクラ嬢として出会って、交際に発展したそうなんだ。最初はキャストと客、って立場だったのね。被害女性は16歳の頃から、水商売の道に入り、スナックやキャバクラなどで働き続けていた。2009年に一度結婚し、娘が生まれたんだが、長井と出会った当時は離婚しており、娘と二人暮らしだったんだ。娘さんがいたのね。余計にかわいそうね。長井も当時は家族と別居していたらしく、お互いに過去の相手と別れ、周囲の人の話によると気も合っていたそうだ。お互いに寂しいから、恋愛にも発展しやすかったでしょうね。長井はトラックの運転手をしながら、運転代行の仕事をしていた。被害女性と交際を始めてからは、地元で仕事のできる運転代行の仕事を、増やしていたそうだ。この頃は、被害女性との将来を考えて、仕事を増やしていたのかもしれないな。この頃は、交際は順調だったのかもね。そうだな。現に勤務先の社長は長井から、最近、子供がいる女性と同居している。結婚も考えていると聞いたそうだ。真面目に考えていたのね。ところが10月に、被害女性から長井に、別れを告げることになるんだ。すると長井は、頻繁に電話やメールを送るなどの、ストーカー行為を行い始めたんだ。それは、未練があったのね。でも、そこは潔く諦めて、そういったことはしちゃいけないわよ。そんな風にしても、余計に嫌われちゃうし、もうどうしようもないと思うわ。そうだな。恋愛については女性の方が、吹っ切れやすいと言われているしな。だが未練のあった長井は、別れに応じない。長井は11月1日に、栃木県佐野市内のコンビニの駐車場で、被害女性とトラブルになってしまう。ここで被害女性は、長井から暴行を受け、栃木県警に暴行罪の被害届を出したんだ。ああ。こうなったらもう終わりよね。この被害届を受けて、栃木県警は翌日、暴行容疑で長井を逮捕した。11月22日に長井は、簡易裁判にて罰金刑になり、それを支払い釈放された。え、罰金だけで出てきちゃうの？それってその女性、危ないんじゃないの？ああ。そこで被害女性の意向を受けて、栃木県警は長井に対して、ストーカー規制法に基づく警告文を出した。ストーカー規制法ってよく聞くけど、どんな効果があるの？そもそも警告文だけで大丈夫なのかしら？そうだな。それじゃ、ここでストーカー規制法について、触れてみようか。ストーカー規制法は、2000年5月24日に制定され、11月24日に施行された法律だ。ってことは、もう20年以上前になるのね。ああ、ストーカー事件から発生しうる、殺人や傷害などの、凶悪犯罪を防止する目的で制定された。司法の原則である、過去の行為への対応ではなく、未来の犯罪の抑止を目的とした法律となっている。事件が起きないようになった方がいいし、そういう意味では、いいことじゃないの？この法律って確か、桶川の事件がきっかけなのよね。そうなんだ。この法律は、桶川ストーカー殺人事件を契機として、2000年に議員立法されたんだ。この法律については、規制対象となる行為を、貢献力介入を限定する観点から、恋愛感情などの行為の感情、または、怨恨の感情に基づくものに限定している。無制限に、適用はできないってことよね。ああ。被害者の申し出により、警察が弁護士の紹介や、防犯アラームの貸し出しなど、国家公安委員会規則に基づく援助を定める。女性だけでなく、男性も保護対象であり、加害者が同性でも適用されるぞ。男性もなの？まあそうか。イケメンとかイケオジにハマる女子が、ストーカーするかもしれないものね。自己紹介だな霊夢。まあ通報されないよう、気をつけろ。過去にはストーカー女性に、男性が刺された事件なんかもあるぜ。それに恋愛対象が、常に異性とは限らないからな。確かにね。今だといろいろな属性の人がいるから、誰でもターゲットになる可能性があるものね。そういうことだ。さらに現在、国や自治体は、ストーカー防止の啓蒙など、被害者に対する婦人相談所等公共施設の支援斡旋、民間団体の組織活動の支援に、努めることとしているんだ。また電気通信の送信や、郵送、配送にかかる事業者は被害者の求めに応じて、ストーカー行為にかかる送信や郵送、配送等を差し止めるよう、努力義務を課している。努力義務ってところが、まだちょっと弱いわね。ちなみにこの法律の罰則は、以下のようになる。禁止命令より以前にストーカー行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。禁止命令に違反して、ストーカー行為をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金。禁止命令の、その他の事項に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または、50万円以下の罰金だ。それじゃ、一定の抑止効果は見込めるってことね。まあ、一応そうなるな。これを踏まえた上で、事件に至る背景に戻ろう。
長井は、ストーカー規制法に基づく、警告文を出されたのにもかかわらず、被害女性への付きまとい行為をやめなかった。そのため被害女性は12月3日に、長井の土地勘がない、群馬県大泉町の知人宅に引っ越したんだ。長井って男の執着心が強すぎたのね。でもその女性、引っ越しして物理的に逃げるのは正解ね。さらに女性は、12月5日には、住民票の閲覧制限を申請したんだ。これは、配偶者からの暴力やストーカー行為、児童虐待などの被害を受けている人は、市区町村に申し出をすることにより、加害者からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧、除料を含む住民票の写しなどの交付、除料を含む戸籍の付料の写しの交付の、請求申し出があっても、これを制限する、拒否する措置を、受けることができるんだ。なるほどね。情報を制限して、追跡できなくするのね。そうだ。ただ、住民票の閲覧制限などの支援措置を、受けることができる人の範囲は、住民基本台帳法において、いくつか定められた条件がある。支援措置を求めるためには、まず市区町村に対して条件のいずれかに、該当することを、説明しなければならない。条件があるのね。そうなんだ。条件は全部で4つある。1つ目は配偶者暴力防止法第1条第2項に、規定する被害者。内縁を含む配偶者からの暴力を受けたものであり、かつ、暴力によりその生命、または身体に危害を受ける恐れがある人。二つ目は、ストーカー規制法第7条に規定する、ストーカー行為等の被害者であり、かつ、さらに反復して付きまといなどをされる、恐れがある人。三つ目は、児童虐待防止法第2条に規定する、児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受ける恐れがあるもの、または看護等を受けることに、支障が生じる恐れがある人。四つ目は、その対1から3までに掲げる条件に、準じる人だ。ちょっと難しいわね。この場合、被害女性は二つ目の条件に当てはまってるな。市区町村が支援措置を行うと決定した場合、以下の措置を行う。DV などの加害者が分かっている場合は、その加害者からの、住民基本台帳の一部の写しの閲覧。除料を含む住民票の写しなどの交付、除料を含む戸籍の付料の写しの交付の、請求や申し出があっても、閲覧や交付を拒否することになる。なるほど。っていうか、請求があるその時点で、結構怖いわね。加害者からの依頼を受けた第三者から、住民票の写しなどの交付などの、申請があった場合には、その請求を認めるかどうかについて、通常よりも厳格な審査が行われる。支援措置が行われている期間内は、加害者とされている人ではない第三者からの、住民票の写しなどの交付などの申請に対し、加害者が第三者になりすまして、申請をしていないかを確認するため、写真付きの身分証明書の提示を求めるなど、申請をした方の厳格な本人確認が行われる。でも今回の事件、防げなかったのよね。なんでかしら。ストーカー行為をやめない長井は、翌年2014年1月22日と2月7日に、被害女性の家族が、勤務先に駐車していた車のドアの隙間から、覚醒剤を入れた後、公衆電話より匿名で警察に通報し、被害女性の家族が捕まるように、仕向けたんだ。ちょっと、どういうこと？っていうか覚醒剤って、とんでもないやつね。普通じゃないわ。長井は家族が逮捕された後に、面会に訪れた被害女性を追跡すれば、旅宅を突き止めると考えたが、家族は逮捕されなかったため、失敗したんだ。ここまでするなんて、相当イカれてるわね。次に長井は、被害女性の家族の車に GPS を取り付け、家族が被害女性と接触をしたことによって、2月19日の数日前に、被害女性の居宅を突き止めたんだ。さらに被害女性の車にも、別の GPS を取り付けた。長井はこの GPS 情報をもとに、被害女性の居場所を掴んで、犯行に及んだものとみられたんだ。まさかここまでしてたなんて、どう考えても仇じゃないわね。それに、長井はどこで覚醒剤を手に入れたのかしら。あと、犯行に使った拳銃をどこで手に入れたの？実は、長井の犯行には協力者がいたんだ。協力者？こんな犯罪に手を貸す人間がいるなんて、やっぱりヤバいやつだったのね。長井の協力者として、被害女性の家族の車に覚醒剤を入れた後に、公衆電話から警察に通報した行為について、覚醒剤取締法違反罪と虚偽告訴罪で、2014年6月23日に、長井の知人が起訴されている。また長井の知人は7月30日に、被害女性の家族の車に、GPS を取り付けた行為に対し、殺人を助けたとして、殺人幇助罪にて逮捕された。だが8月20日に嫌疑不十分として、不起訴処分となっている。いや、どう考えても共謀罪でしょ。拳銃の件については、6月28日に、
携帯電話の履歴から、長家拳銃と実弾数発を売り渡した疑いで、銃刀法違反の容疑で、暴力団組員の男が逮捕される。長井って男、暴力団ともつながりがあったのね。この暴力団員の男は、容疑者である長井が死亡しているため、捜査が進展せず、嫌疑不十分で不起訴処分となる。いやいやいや、どう考えても幇助してるじゃない、同罪でしょ。9月19日、前橋地裁は覚醒剤取締法違反と、虚偽告訴罪で起訴されていた。長井の知人に対して、懲役3年、執行猶予5年の判決を出した。また覚醒剤を密かに忍ばせた件で、家族が逮捕されれば、女性が訪れるであろう。栃木県警察本部小山警察署周辺で、見張っていた行為について、虚偽告訴罪の共犯として起訴された、長井の知人に対して、懲役2年6ヶ月、執行猶予5年の判決を下している。結果に対して、刑が軽すぎるんじゃないの？ただ、長井を古くから知るアルバイト先の上司は、事件に驚いたそうだ。長井の人柄に対して、真面目に働いており、拳銃を持っていたなんて想像もつかないと、コメントをしている。まあ、裏の顔があったってことかしら。わかっている限り長井は、中学卒業後に荒れた時期もあったが、20代で結婚と離婚を経験し、落ち着きが出始めたように見えていたようだ。だが長井は、暴力団組員から拳銃と弾薬を、買い取っていた。警察庁によると、拳銃の押収自体が減る中で、不明を含む暴力団以外からの押収だそうだ。2013年1月から11月に押収した443丁のうち、暴力団から押収したのは63丁。380丁が暴力団以外からだったんだ。それって、どういうこと？こうした傾向は、2000年代初めから続いていて、捜査幹部は、拳銃事件の罰則強化で拳銃を、巧妙に隠すようになった暴力団が、資金稼ぎの一環で、一般社会に流していると、見ている。ちょ、それ、怖すぎるんだけど、拳銃の調達に関わったことのある、元組員は、朝日新聞の取材に対して、マニアをはじめ、何に使うかわからない片木からも、解体との注文が時折ある、と明かしている。米国製の38口径なら60万円、ロシア製なら40万円、実弾は1発1万円が相場らしいな。やばい話ね。できれば関係したくないわ。海外の犯罪組織に手配し、カニ密漁の漁船や、鉄くずを満載した船の積み荷に、紛れ込ませて国内に持ち込めばバレないとのことだ。警察とかだけじゃなくて、海上保安庁にも頑張ってもらわないとダメね。この事件なんだが、栃木県警と被害女性の転居先として、被害内容を引き継いだ群馬県警との温度差が垣間見られ、県警間の連携の難しさも浮き彫りになっている。ああ、県警同士って、手柄とかでも揉めるのよね。被害女性が初めて栃木県警に相談したのは、2013年11月1日。長井と押し問答になり、手首をつかまれるなどの暴行を受けたと、被害届を提出した。栃木県警は翌2日に暴行容疑で長井を逮捕、22日の釈放後にストーカー規制法に基づく、文書警告を出した。栃木県警は被害女性に転居を進め、閲覧制限についても助言したと話している。ちゃんとしてる感じだけど、ところが転居後に、長井は女性の実家に手紙を送りつけ、女性に会いたいなどと復縁を求める、電話やメールを繰り返したんだ。女性はその度に栃木県警に相談していた。一方で女性から長井に連絡することもあり、女性が完全に拒否しておらず、ストーカー規制法に基づく、措置が取れなかったそうだ。12月22日には佐野市内の飲食店で、女性と女性の父親と、長井の3人で面会していた。栃木県警は会わないようにと、女性を説得したが、聞き入れられなかったそうだ。なんだか女性も、危ない感じね。警察も守るのが難しかったでしょうね。結局、その話し合いも、女性は別れたい、長井は別れたくないの平行線で終わった。栃木県警は12月26日に、改めて長井に、面会やストーカー行為をしないようにと注意。この注意は断続的に、2014年1月10日まで続いた。転居先の群馬県警は12月3日、栃木県警から被害内容を引き継いだんだが、その後も、女性から栃木県警に相談があるたびに、群馬県警にも伝えられた。群馬に引っ越してからも、栃木の警察にほのおらくしてたのね。まあ、女性は慣れていたから、栃木県警に連絡していたんだろう。だがこれでは、群馬県警も、当事者意識を持ちにくかっただろう。群馬県警が被害女性のアパートを、確認したのは12月18日、初めて安否確認の電話をしたのは20日だった。その後も翌年1月24日に、2回目の安否確認をしただけで、被害女性には直接会わなかったんだ。群馬県警幹部は、最寄りの大泉署に来てほしいと頼んだが、後日行くという返事で、
危険性の訴えもなかったと、釈明している。これは、栃木県警幹部は、長井が大泉町のアパート周辺に、現れたという話はなく、転居先が長井に男に漏れていた認識もない。真摯に対応したと考えていると強調している。少なくとも結果から考えても、うまくいっていたとはいないわね。栃木県警と転居先の群馬県警には、対応の温度差が感じられるな。連携がうまくいっていれば、防げた事件かもしれない。それとなぜか被害女性から、長井に連絡を取って別れたいと、告げていたようだが、ここは警察の言う通り、連絡や面会することをしない方が、良かったんじゃないかと思うぜ。そうよね。そこはどうも消せないわね。ストーカーを自分で何とかしようと、思ったのかもしれないが、それは危険だからな。身体的な危険が及ばない場合、警察が動くことは難しい。警察には、明日刺されるかもしれないことを、伝える必要がある。刑事次第で対応や裁量に個人差があるため、対応してくれる刑事に出会えるまで警察署を、回ることも大切だ。警察官も、担当者で相当変わるものね。もしストーカー被害に遭ったら、警察へ事案発生初期の相談が重要だ。被害者がストーカー被害の支援者や、弁護士に相談している場合、一緒に警察に来てもらうことが好ましい。警察の説得への助けになる他に、第三者を交えることで説明の効率化を、図ることができるんだ。なるほどね。また警察に、ストーカー被害の発生を伝えるにあたり、発生した事象を順を追って全て記録すること。また、担当刑事とは、定期的に連絡を取る必要があるぞ。視聴者のみんなもストーカー被害に、遭ってしまった場合には、一人で解決しようと思わないようにな。必ず警察や支援者などの第三者に、相談して対策をしてくれ。わかったわ、私もそうするわ。この間から感じる視線、きっとストーカーね、すぐに警察に電話をして、調べてもらおうと。そうだな。ところで霊夢は、どこでその視線を感じるんだ？帰り道の、お寺の近くよ。お墓が並んでるところ。実は声も聞こえるの。え？ハローエブリバディ、ハバナイスデイ。って、声が聞こえて、振り向くと誰もいないの。でも、どこからか視線は感じるのよね。そうか。とりあえず、お寺の住職さんにも相談してみろ。なんで？なんでもだ。あと、そのお寺に外国人のお墓がないか、聞いとけよ。日本のお寺に、外国人はいないんじゃ。そうだな。だが、もしいたら教えてくれ。変なマリサね。わかったわ。一応聞いてみるね。それにしても、今回の事件、まさか銃を持った人間が、身近にいるなんて、怖すぎるわ。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、恐ろしいモンスターが住んでいるかもしれない。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるっていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。